何かトラブル？パークの紹介ってのがあんた。ついてきて。免許証を出して。じゃあ親指。携帯の番号は？指紋はカンポスのため。番号は私のため。その車に興味があるの？あんたは女より車の方がいいっていう人？フェニックスのよ。物を運ぶときは彼が案内役。これで車の好みは分かったから教えて。どんな女が好き？私とは全然違うタイプね。みんなでセックスやるか。4人で。オーケー。正直こいつらと 4P なんて嫌。年食ってるし弱そうだしつまんない。じゃあバイバイ。あなた変わったのね。連れは何者？美人だしブロンドね。腕もいいみたい。運が悪い。そんな言い方やめて。分かってる。値段はいくら？引き金を引くのと同時に開くよ。開いてほしいの？リオまで呼び出されたんだから、もっと面白いことが待ってるかと思った。じゃあ銀行も使わないのね。どこかに現金が保管されてる。同時に10箇所を襲うのは不可能よ。別の映像を流す手はダメ。私が軍を辞めたのはあんたが禁煙したのと同じく。チップスの食べ方見ると今も口が寂しくてしょうがないみたいね。1日2箱は吸ってたでしょ。美味しそうなもの。今もそうしてない？普通のエンジンの音じゃなかった。一つ忘れてることがあるんじゃない？彼は男。情報を探ってるの。何の情報って？車よ。特にあなたが最近デザインした2台。これを買った男をどうしても見つけ出したいのよ。手に頼んでるでしょ。乱暴なプレイがお好み。私の友達はとびきりの痛みを与えて、あなたが味わったことがない痛みを話してくれ。はい。私への電話じゃない。私もう寝る。子供に会えただけでもよかったです。マイケル、私が姉さんを説得したから来られたのよ。少しはできるだけやってみる。ほら急いで、1時間しかない。マイケル、イリーナから聞いてない？フェリックス、おいで。電話よ。パパが話したいって。ねえ、盗んだものを盗むのも泥棒？同じよ。あの男に興味を持ってる。おそらくルーサーは私の写真を持ってるわ。残念ながらまだよ。あのデータは何重にもロックされている。あなたは違うの？私みたいな女を知ってるとは思えない。やっぱり男の子っていうのは本当に何も分かり合えない人種のようね。私は何も盗んでない。借りただけよ。車のグローブボックスの中を見て。ウェインさん、地下室で何してるの？何なのそれ。ビリーの同僚？ありえない。やめて。すぐ行くから待ってて。やめて。エマ、こっちに来て。来なさい。帰って。お願い、うちに入ってて。あなた誰？気持ちも彼と同じ。ビリーよく変な仕草をしたの。それは愛してるっていう合図だった。初めてエマを抱いた時はすごく幸せそうだった。だったらここよ。ソファーで寝ていいわ。お料理のブログも書いてるわ。それとスリランカの孤児のためのチャリティーにも取り組んでるの。これには一番情熱を注いでるわ。ありがとうベイビー。私たちあちこちに住んでたから。でもそろそろ根を下ろしたくなったの。そうよね。メープルサークルに引っ越してきてすごくワクワクしてるのよ。とても素敵な通りね。もう困っちゃう。車から煙がもくもく吹き出しちゃって。あなた方なら車にお詳しそうだし。ちょっと助けてくださらない？世界を救おうとしたあの頃、この世界はとても美しく、私は無知で未熟だった。不思議と驚きに満ちた世界、何もかもが愛おしかった。だが知れば知るほど世界には暗く深い闇が渦巻いていた。人間たち？それは全く別の話。真実に直面した時、取るべき道を選ぶのは難しい。ステッペンウルフ、破滅の使者。容赦なく敵を倒し、その邪悪な斧に敗れた者はパラデーモンへと生まれ変わった。恐怖を食べて生きる最悪の化け物。あのボックスが力なの。惑星を転々としてきたボックスは3つが1つとなった時、世界を単に破滅させるだけではなく、その惑星をステッペンウルフが生まれた暗黒の闇へと変える力を持つ。